まりました。すごいクリスマスイです。リンコンベア。おはようございます、千秋です。これからですねネイルをしていきたいと思います。で今日はですね、なんかね、日常をワクワクさせるものが欲しいんですよ。新しいハーブティーとか何かしら小物を、ジョン・ルイスモールで見ていきたいと思います。ハローミュー。これ買ったのに買ったおもちゃ遊んでくれないの。まあいっか。みーたん、あら、行ってきますの。ハグお願いします。みゆちゃんのために歌うと、みゆちゃんはマカがおじちゃんみたいになっちゃった。おじちゃん、マカちゃん行ってきます。目がパチパチしてる。カフェに着きました。これからねネイルショップを探します。あのね、私ここに来るまでの電車のねチケットをね、片道で買っちゃったんですよ。買った時にね気づかなくて、リターンチケットがないことに気づいたんですね。で駅でね、リターンチケットに帰れますかって言ったらね、帰れないらしいんですよ。一度購入すると片方の帰りはまたシングルで買わなきゃいけないらしいんですね。シングルで買うのと、リターンチケットで買うのとでは、だいたいね、今計算すると650円違います。結構違くない？なので今日私ね、シングルを2枚買うことになるんですよ。いつもはリターンチケットを買えば、もう行きと帰りの、チケットが1セットになってね、買えたんだけど、はい、650円も違うって、結構違うね。はい、ということで皆さんもね、気をつけてください。ロンドンとかではチューブ使うときには、私ね、最近はクレジットカード使ってるんですよ。もうロンドンに住んでないから、オイスターカードもあまり使ってなくて、そうなので行くときにだけクレジットカードをねタップして、はい、電車に乗る感じです。だけどもしみんながチケット、実際にね駅でチケットを買う場合は、もう絶対リターンチケットをね画面で確認してくださいね。私みたいな、そう、失敗すると結構損しちゃいます。はい、ということで今飲んでるのはグリーンスムージーです。これを飲んでネイルをしに行きたいと思います。その後はね、ちょこっと買い物しようかな。一人の買い物時間でございます。最高に好き、こういう時間。ちょっとね、ラメをつけたガラでバッグを買いました。バッグ買う予定じゃなかったんだけどね。何か小物を見ていきたいと思います。ね、ドーナツが売ってるんだよね。あー、危ない危ない、誘惑です。ちょっと行ってみる。すごいクリスマスイです。キラキラ。こういうコップさ、テンション上がるよね。
買い物をしました。5時です。暗い、真っ暗。イギリスの時間が変わって、1時間早くなりました。なので一昨日までは6時だったのが今5時になってますね。はい、真っ暗です。ただいまです。いろいろ買ったので紹介します。本当はあの夜とか飲めるディカフェコー、あ、ディカフェティーとかね欲しかったんだけど、ちょっと荷物多すぎて、今日はねあの欲しいものは全部買えなかったんだけど、可愛いのたくさん仕入れました仕入れましたって、はい。まずジョン・ルイスからのティータオル。イギリスはねこういうティータオルがすごく可愛くて、シーズンによってあのカラフルなものとかね、いろんなデザインが出ます。これはねクリスマス猫ちゃんもいるので買いました。猫ちゃんとワンちゃんが、はい、あの可愛いねクリスマスの帽子をかぶってるティータオルです。はい、こちらとほとんどちょっとクリスマス向けなんだけど、ケーキデコレーションでパディントンベア可愛くない？あのホールケーキ作ったことないんだけど、ケーキ作ってこれをね上に置くと可愛いかなと思って。これケーキ用だよね。ケーキデコレーションだから だよねノーエディブルケーキデコレーションなので、はい、食べれないデコレーションですね。あとこれね、なんか面白いなと思って買ってみました。ちょっとね時短で最近レンジを使ったあのお料理とかも作るので、どうやって置くのこれえ、結構ね大きい、2人分入るね。3人から4人用って書いてます。お、もっちゅん早速いたずらか。はい、こういう感じですよ。どう使うんだろうね。ちょっといろいろ読んで作ってみたいと思います。はい、そしてまっちゃん上に乗ったらちょっと、はい、で帰りの、まあ、電車ですごいいい香りしてたんだけど、プレートマンガーっていうねカフェが、あの今日私が朝行ったカフェ、はい、こちらのビーンズをね買ってみた。あー、袋からすごい香りする。はい、飲んでみます。はい、あとはモカちゃんは絶対ミユちゃんを掃除しない。いつもミユちゃんがモカを掃除するだよね俺モカがもっとお掃除してって。モカちゃん甘えん坊だ。いいね、いいお姉ちゃん持ったねホテルショコラからこちらを買いました。ホットチョコレートを作る機械を持っているので、ホットチョコレート、ホワイトチョコレートと、あとは、期間限定でのミンスパイですね。ミンスパイってあのレーズンとか、あと何、シナモンとかナツメグとかね、スパイスが入っている甘いクリスマスのパイなんですよ。その味がするんだってで店員の方はあの試したことないんだけど、正直だけどどうってお客さんに聞いてたよね。でとあるお客さんが、僕は去年試したけどすごく美味しかったって言っていて、はい、その言葉を聞いて買いました多分ねちょっとね甘い、A blend of white and dark chocolate flakes なので、ホワイトチョコレートとダークチョコレートが混ざった、シナモン、ナツメグ、そしてクリスマスプディングフレーバリング、クリスマスプリンに入ってるフレーバー、主にレーズンとかナッツも入ってるのかな、はい、という味だそうです。これはねあのご褒美の日に飲んでます編集を頑張った時の息抜きとか、一日のあの何ご褒美として飲んでますので、毎日は飲んでません。はい、あとはラテですね。はい、私がねこれねずっと探してて、これに野菜をこう詰めてオーブンとかで焼くんですよ。私あの木のスクを扱うのがあんまり好きじゃなくて、なんかもったいなくない？一回使ってさ捨てるってちょっともったいないので、これだったら何回も使えるし、洗って使えるし、4本入ってて長いからチキンとかね、いろんなお野菜を詰めて、はい、いい長さですね。あとはザラでこのバッグね、なんかなシルバーじゃないんだけど、
これ何色っていうのみんな？グレーっぽい、はい、やつで、これ磁石になってますね。こういうのが欲しかったの。携帯入んのかな？やってみよう。あじゃあそのやる前に、最後はね、どうなる？おSaddest moment. じゃじゃん。潰れた。潰れちゃった。顔があって可愛いなと思って買ったのに潰れてるやん。意味なかったわ。こんな感じ。美味しいよね。明日と明後日ニックのご両親が猫ちゃんのお世話をしてくれるので、彼らに2つで1つは私とニックで、ちょっと体重増えてきてるので1個は私たちが半分化したいと思います。チェーンと。あとこちらのハンドルもうついています。携帯は入らないかな、さすがギリ。あ、入った。 iPhone 入った。あ、それぐらい。それえあ、よくない？こんな感じです。この前さ、紹介した小さいバッグは携帯入らなかったじゃないですか。すごい可愛いピンクの、これピンク、これピンクじゃないんだけど、そう、可愛いね。携帯入るし、リップとあと、クレジットカード、はい、入る感じかな。うん、なんかナイトアウトとかによくない？で、旅行するときにこれね、軽いからこういうバッグ欲しかったの。あとはね、私手触りが好き。このふわふわしてるのがね、好きなんですよ。持ってるね、大切なものをなんか守ってくれる感じがしてちょっと、はい、やつ、いやです。26ポンドなので、いくら？日本とお値段違ってくるのかな。イギリスの26ポンド今ね、1ポンド170円なので、26ポンドだと4400円ですね。現在6時15分です。今からディナーを作ります。なんか早く食べなきゃっていう気持ちなんだけど、まだ6時15分、7時前か。うん、何作ろうか。うん、何作ろうかな。猫ちゃん、ご飯待ってるの。みゆ、あ、もかもご飯待ってるの。なんかそのままさ垂らしちゃったよ。見て、こんななっちゃった。笑えるパイができました。 This side goes inside somehow. I'm sure I put it on evenly. I am sure. 切ってみます。どう切る？これ半分切ってんのか。覗いてみます。美味しそう。いただきます。チキンパイに残っていたマッシュルーム、パプリカ、そしてハマスです。いただきます。なんか生えないな。まあいっか。 Let's go daddy。 ドーナツタイム。すごいことなっちゃってる。グリーンちゃんが見て、ビスコフ目がついてるの。
何倍してないの？ちょっと。ツンデレですか今日は。はい、ありがとうございます。はい、ということで皆さん。あ、巣に帰っちゃった。巣に帰っちゃった。みーちゃん逃げちゃった。手の届かないところに逃げました。あ、ペロペロ。あったかい。ということで、これから寝る準備をします。今日もご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日のネイルどう？かわいい？うん、で？かわいい？ペロペロ。クシク。This is such a rush.